井上咲学、110年ぶりの新入幕優勝の命富士を絶賛、危機迫った時の言葉の強さがすごい。タレント井上咲学が25日、TBSK、昼帯、月金曜午前10時25分に出演。大相撲春場所で24日、新入幕力士として110年ぶりに幕内優勝した命富士、24、について語った。井上は、すごいですね。命富士さんの精神塾があったら行ってみたいくらいと、称賛した。命富士は23日の14日目に右足を負傷し、出場も危ぶまれる中千秋楽に強行出場。豪の山を押し倒して、13勝2敗で、初優勝した。井上は、今月3日に行われた、東京マラソンで、自己ベストとなる3時間26分6秒で、完走したアスリート。自分は競技中に、メンタルが折れやすい。危機迫った時の言葉の強さがすごいと、尊敬していた。また、東京五輪男子マラソン6位の大迫傑、32、の妻で、コメンテーターの大迫あゆみさん、34、は、母性本能をくすぐる。可愛いし、ついつい応援したい。メンタルがすごい。そのギャップがたまらないと、メロメロだった。